今回は、配膳ロボから他人の肉を奪ってしまった、ニートの一致の話を紹介するよ。ニートは43歳。配膳ロボに乗ってる他人の肉を取り続けて出勤に、なんか近くの店を出勤になったんやが、一発出勤ってよくある？ちな飲食店。あるにはあると思う。例のペロペロキッズとかすぐ出勤になってたじゃん。ってことは一致がやったことが炎上レベルだったってことやな。醤油ペロペロはあかんぞ。ペロペロはしてない。配膳ロボが持ってた肉を何個か拝借しただけや。泥棒で草。何してんだよ。これは、犯罪。一発アウトで残党。でもさ、こっちはランチで、多分肉は食べ放題の客のなんだよ。客側は、ちょっと皿が来なかったな。くらいで、また頼むやろ。店だって食べ放題にしてるくらいなんだから数皿減ったって気にしなきゃええんや。そもそもランチだろうと、食べ放題があるような店のランチ代をどうやって払ってんだよ。親の金に決まってんじゃん。よう、犯罪者。警察に通報された？親が呼ばれて、いくらか払わされて帰らされた。親が平謝りって、もう二度と来ないでくれって言われた。ランチ代は払う気だったんだからええやろ。ランチの肉だけじゃダメなのかよ。腹減るじゃん。理由が小学生みたい。うちの小学生ですら一致みたいなことはしないんだが。それな。小学生が配膳ロボから肉奪うとかそんなこと思いつかんやろ。ワイだから思いついたんや。正直、食べ放題の客から肉を何皿かもらうなんて別に問題ないやろって思ってた。その考えがおかしいんだよ。お前は食べ放題を頼んでない。それがどういうことかわかるか？わかるわけないやん。ワイなら店員が見つける前に気づいて一致を通報するのに。警察呼んでないなら、店員が甘すぎる。こんなあたおかのやつと話し合いなんて嫌でやめただけだろ。それでも犯罪者は警察に突き出すべき。一致が気づいていないだけで警察呼ばれてたとかない？こんなことしても親は追い出さないのか。追い出したら追い出したでこんな思考のやつ、何するかわからんじゃん。一週間後には報道されるかもしれないしな。そもそもランチ代を持たせてるのがおかしい。いつもは家で飯を食ってる。母親がどこかに出かけるとかでランチ代を置いてった。近くにしゃぶしゃぶ食べれる店があるのを思い出して、ランチ食べて追加肉を食べることを思いついた。最初から犯罪する気で出かけててくさ。こういうやつは丸めばいいと思う。マジでニートや無職の安楽丸が必要だよな。一致の親はこんなのと一生向き合うのか。かわいそうやな。Y の息子が今中学なんやけど不登校や。どうしたらええ？中学ならまだ大丈夫。大学になってもそれなら丸せ。Y は学生時代は引きこもってないぞ。就職した会社が合わんかったんや。社会が悪い。社会が悪いって悪態つく前にお前は何か頑張ったのか？ SNS とか見て、政府が悪い、国が悪いで、自分は悪くないって思ってるクズが多そう。頑張った上で言うならわかるけど最初から社会はってのはな、SNS なんてただのキラウラ。昔のごちゃんみたいなもの。IT リテラシーが低い奴らが一定数いて群れてるよな。ネットの内容なんて半分嘘やで。え、半分も事実だったの？びっくり。は？社会が悪いに決まってんだろ。国がクズだからこうなるんや。まあニートに安楽丸を与えてやれない国がクズってのなら同意かな。強制労働くらいはあっていいと思う。人権言ってたらどうしようもないこともある。何事も例外が必要だからな。そうなると座敷牢復活とか家族が死刑するしかないやん。それはそれでありだと思うんだけどな。家族が一番迷惑かぶってるわけやしな。50過ぎても家族に迷惑かけてるような奴らは親が同行できてもええと思うわ。ていうか親がいなくなったらどうなるの？無敵の人になるの？そしたら丸すしかないじゃん。さあ、運が良ければ親が丸んだら無職やニートも力尽きるんじゃないか。無駄に生命力が高い奴もいるから困る。一致みたいな奴って学生時代とかに特徴とかあるんかな。発達だったり持ってる奴もいれば学生時代ではわからん奴もおるな。ニートも無職も甘え。異論は認める。精神症丸とかはしゃあない。ワイもニートだったけどずっと抜け出したいって思ってたな。ニートに甘んじてる奴はダメだと思うわ。家に帰ってから親がうだうだ言っててうざい。マジでうざい。その親のおかげで生活できてるんだぞ、君は。何もわかってないな。きっと毎日食事が出て寝るところがあるのが当然に思ってんだろ。親が丸ぬ時に道連れにしてほしい。あるいは考えるだろ。Y が親ならニートを燃やしてから丸ぬは。遺伝子に欠陥あったりするんかな。突然変異みたいなもんじゃね。半島送りにしろよ。こういうのが増えたら日本は終わりやな。この前ニュースで登校拒否が増えてるってあったし。登校拒否とニートはまた違う気もするが。ユタマルンみたいなアホを真似するガキも増えそう。ワイはもう50代やから、関係ないわ。30年後くらいに地獄が来るかもな。夢も希望もない時代になったな。一致は親がいなくなったらどうするんだろうか。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。地方、ワイニート、俺、自衛官になる、家族、え、ワイ、CM 見てなりたいと思った。パッパそうかそうか。
ようやくやりたいことが見つかったんやな。号泣。冗談で言ったのにどうしよう。さあ。なるしかねえな。よかったな、お国のために散ってこい。就職決まったな。頑張れよ微笑みデブ。ワイも旅するとか言ったら同じようになったわ。どっからそんな金が湧くねん。君が大学行けるようにコツコツ貯めててくれてた金やで。数百万で国つぶし家から追い出せて、運が良ければどっかでの垂れ丸ぬ確率もある。素敵やん。あるあるやな。ワイもバイトやりたいけどダサい服しかないからまず服欲しいって言ったら3万もらったわ。そのまま恩義に課金したけど。ええなぁ。ワイはもしそういうことするなら自分で稼がないといかんからな。いくらなんでもひどいわ。どこの陛下が楽なんや。補給が一番楽やけど倍率高いから 100% 入れないと思った方がええで。戦闘も視野に入れた陛下を第5希望までに書かなあかんねんけど、そこで普通科って書いたら絶対あかんで。普通科は陸自の中で一番足りてないから絶対に入れられる。免許も取れる戦車とかどや。飛行は戦車減った関係でめちゃくちゃ倍率高いぞ。輸送科や施設科、受品科がいいんごねえ。大阪行った時自衛隊に勧誘されたんやが、最近は PC に強ければそっち方面で活躍できる部署があるみたいなん言われたんやけど、これってほんまか？それでも基礎の体力訓練とかはあるやろ。あとそういうのは学位がいるんちゃうか。ある。入れるとは言ってない。体力がなくても大丈夫、嫌でもつくから。にっこり。マジレスすると、とにかく雑用飯炊きみたいなのが人手不足で来てくれるだけで神扱い。ドキュンはドキュン、陰気は陰気で固まるし固められる。嘘から出たまこと、という言葉を送ろう。落ちるのも実績や、無能を示し続けるのも重要なことなんやで。これやな。5年くらい前バイトくらいしろって、しつこいから面接行ったふりして何個も落ちたアピして泣きじゃくったら、マッマが、私が悪かったって泣いて謝ってくれたわ。そっから何も言われんようになった。草。クズすぎてわろた。一気は頭脳派やな。ゴミで草。知能派がマルジやな。ゴミカスやんけ。こういうやつって将来どういう大人になるん。デス通りのそういう大人なんじゃないですかね。大人にはなれないまま丸ぬんやで。いつかニートの奴らの大抵が無理やり社会に放り出される。その時に無意に過ごした時間の大きさを知ることとなる。バンプの歌詞にありそう。黙らっしゃい。貴様に言われる筋合いはないね。貴様はこの世で最も価値のない存在の一つだからね。おや、なりたいものはないのか。わい、ない。おや、なら職なんて何でもええよな。皆が皆なりたいものになれるわけじゃないし、ないならなおさらなんでもええやん。なりたいものはないけどやりたくないことは多い。それがニートや。ニートの親なんてあまあまだからな。ちょっと言って身も心もボロボロになって泣きながら帰ってきたら、晴れて永久ニート犬と共に迎え入れられるで。自衛官になるしかないやろ、頑張れ。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。勇気を出してハロワ行ったら担当者が中学の同級生だった。俺は家でシンシンと泣いた。シンシンって誰だよ。シンシンって中国人と一緒に泣いたのか。むしろ良かったじゃないか。面倒見てくれそう。もう働く気が起きない。同級生。こいつ誰だっけな。スペック。俺32歳。大学中退。職歴なし。世の中ってしょっぱいね。漬物だからな。わろた。30過ぎて職歴なしの人間なんているわけないだろ。大丈夫、お前のことなんて向こうは覚えてねえよ。今後俺がどうすればいいかアドバイスくれ。働きたくない。ハロワの仕事も大変だろうな。変なやついっぱい来るだろうし。もう辛い。働かないで生活できるならそのままでいいんじゃね。親が定年間近になって働かなくちゃならない雰囲気になったから、リップでもアドバイスもらってハロワ行ったんだよ。田舎だからバスと電車乗り継いで行かなくちゃならんかったから辛かった。人混み怖い。受付のおじさんは俺みたいな人間エドラでも丁寧に応対してくれた。リアルで会話するのは親とレジの人以外で、本当に久しぶりだったからもう泣きかけた。そんで案内されたテーブルに行ったら奴がいた。同級生、担当の〇〇です。わい、あぶ。一発で気づく。同級生、ではまずこちらに記入をお願いしますね。わい、うぶえ。さらさら、同級生、いっちさんえ。わい、同級生、お前、いっち。わい、うん。同級生、久しぶりだねえ。何？仕事探してるの？わい、同級生、中学以来だな。大学は？行ったってあいつから聞いてたけど。わい、同級生、中退したんだ、ふーん。わい、これはひどい。同級生、今まで仕事は？わい、いや、なんも。同級生、そう？バイトも？わい、同級生、どんな仕事探してんの？なんか今がソスタやってるらしいけど、ああいうのどう？わい、いやー、事務的なものを。同級生、事務ねー。でも俺らの年代くらいだと実務経験がないと。わい、おぴゅ。
ごめ、思い出して涙出てきた。知り合いだからって相手の態度でかいわ。同級生資格は？わい。同級生ん、免許も？わい、同級生。わい、ジムみたいな。同級生、ああ、うん、工場のラインみたいなのは、もうこの時点で俺が人と関わる仕事したくないって思ってることわかってるんだな。今思えばいいやつだな。でも俺この行為に甘えちゃったんだよな。言っとくけどジムは人と関わるぞ。それは言われた。完全に会社でこまごましてるイメージだった。だから俺無職なんだな。わい、いやあ、力仕事は。同級生、ま、それほどのもんじゃないよ。単純作業だし。わい、いやほんと、自信ないし。同級生、でも。わい、いやマジ、事務仕事したいし。同級生。わいなんか他、ない、同級生。思えば同級生というより客として来てる態度が出始める俺。マジ丸みたい？これはひどい。同級生、お前さ、ぶっちゃけ仕事選べる立場にないよ。今の年齢わかってる？わい、同級生、職務経歴もないんだよ。バイトしたことすらないんでしょ？わい、あぶ、同級生、マイクロソフトの資格もないのにいきなりジムなんてはっきり言って無理だよ。わい、うく、同級生、だいたいジムの仕事って言うけど、何するかわかってる？ジムってのはなんたらかんたら。わい、同級生、どうしてもって言うなら職業訓練とか受けれるとこ紹介するけど、どうなん？わい、が、同級生、もう一度言うけどさ、俺らの年齢。わい、もういいっす。マイクロソフトの資格楽勝で取れるぞ。詳しく。エクセルとワードの基本的な使い方が分かってればいけるレベル。エクセルなんて関数よりもテーブルとかが出る。もう担当者変えてもらって違う人と話したら。でも同級生は正論だし担当変えても事務仕事ができるわけじゃない。でも言ったらあいついるじゃん。なんなのもう。まあ、肉体労働しかないな。もういいやこの話終わり。また適当にクソすれ立てる生活に戻るわ。でもあれだな、同年代に怒られるのってやっぱ効くな。じゃあな。諦めやがった。だから他のハロは行けよ。探せば近場にあるだろ。田舎だから他遠いめんどい。免許もない。友達伝いにバイトでも紹介してもらえる最後のチャンスだったのに。もう丸沼で引きこもるわ。どうせそのうち地球滅ぶだろ。俺これからなでしこ行くから。友達も正しいからなんとも。きついけど。友達でもないと正論言いにくいし、一致のことを考えてくれてる可能性もあるんだよな。正しいは残酷。もしか、ワードなら資格取ったけど対策本買って、一夜漬けで大体受かる。ただ受験料高かったな。家で受けれる？試験場、ほとんどが PC スクールとかまで行かないとダメだと思います。詳しくはググってほしいんですが、随時試験とか行って大体毎日受けれるんで頑張ってみるのもどうでしょうか？まあ考えてみるわ。あんがと。どうせ最初から働く気ないくせに。うるせえ同族。工場でバイトが正解なのに。他には宅急便の仕分け作業や年末年始の郵便局。とにかくまずはバイトから。人と関わらずにずっとパソコンいじれてるバイトないかな。バイトならプールの監視が楽でいいぞ。泳げない。とりあえず動き始めないと体も心もどんどん腐っていくぞ。孤独と貧困の中で丸布は惨めだし辛いぞ。今踏み出せなければ次はもっと辛いぞ。明日にでももう一度行って頭下げて探してもらってこい。頭下げるのが嫌なら担当を代わってもらうとかでも良いから。もし家に親とかいるなら、朝起こしてもらえ。うん、そうする。ハロワの職員なんて、ハロワが酔いのやつと紙一重だろ。その通り。職案の応対するやつで、厚労省に採用された国家公務員はごくわずかですよ。ほとんどが有期契約のバイトくんばかり。いっち、働く気ないやろ。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。ワイニート、面接で説教され逆ギレ。椅子を投げ飛ばして帰宅してしまう。面接って雇用条件のすり合わせの場なのに、何を偉そうにしとんねんあのカス。でも本当は？説教するくらいなら書類で落とせって話よな。ほんとこれ。そんな根性あったらニートしてない定期。社会不適合者をふるいにかけられてるから結果的に成功やん。Y 的にもクソ会社避けられて得だけどな。ウィンウィンやね。面接まで残してる時点でやべえわ。本当は涙目でプルプル震えて終わった模様。力持ちやな。説教されるのって望みありって本当？普通の感覚として雇いたかったらそんな扱いしないやろ。普通やない会社も結構あるんやで。空白期間を聞かれたんやろな。本性見せたな。本当にやってたら通報されてるはずだからこれは嘘。投げ飛ばすっていうか、椅子ひっくり返して出てきた。なんで投げ飛ばしたって嘘ついたん？そういうところやろ説教されるの。なんて言われたん？強いなお前。一気何言われたん？普通にやっていけないよ。なんで来ちゃったの？とか言われた。書類審査ないの？あったけど問題なく通った。どういうことやねん。いや、未経験歓迎で特に条件なかったから若いし通ったんやと思うわ。これはあかんな。
企業側からすればそんな面倒くさいの雇わなくてよかったと思っとるやろな。ワイは見た目はいいんやけど、声はでかいからめっちゃ声張り上げたわ。そしたら黙った。圧迫はメンタルチェックやぞ。椅子投げ飛ばしたら負けや。アホすぎない？まともな奴に避けられるだけやろ。くさ、ほんなやからニートなんやで。切り替えていけ。全然耐性がないんやな。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。ニートは夜の公園に JS がいないかパトロール中。不審者に目をつけられたら危険やからな。夕方のスーパー行けばいくらでもおるやろ。大勢親と一緒やん。通報した。いるかな。謎定期。おったらどうするつもりなんや。トイレで事情を聞く。何が始まるんだ。おやおや。ほん、ええやん。むほほ。隠れても絶対に見つけるからな。不老者か。怖い。犯罪者定期。おらん。しゃあないここで晩飯や。ストゼロの目。悪酔いするから嫌い。もう少しええもん食えよ。親が泣くぞ。子供の頃から親はいないわボケガスが。くさ。食べたらすぐに再会してや。お前が犯罪者定期。予備先生がよく話してた。家で学生って東京にしかおらんのか。田舎とか外出ても遊ぶとこないやろ。塩おむすびでくさ。夜遅くに車で横を通る公園あるんだけど、たまに小学生くらいの子がブランコ一人でしてる。板橋区やん。全然ちゃうで。嘘つく理由ないからほんまや。写真がやけに臨場感あってすこ。一致が不審者定期。ただの不審者でくさ。引き続きニート関連のスレを紹介するよ。超画像。女ニート31歳だけど、私の部屋かわいい。ポテサラさっき作ってたやつか。片落ちのレグザから子供感をひしひしと感じる。追加は意外にツッコミどころがなくて困る。闇を感じる。 PC 持ってないの。クリーチャー。服持ってないの。チーママってやつか。キーボードとモニターの距離すごいな。ヒレはアミーボ、一時期値段高騰してたよな。闇しか感じない。キーボードがコードレスじゃないし、ルーター剥き出しで周辺コードぐちゃぐちゃ。ガチのマジな話、31歳でこれはきついて。落ち着きのねえ部屋だな。0点。テレビに微妙に反射して映ってる姿がなんとも言えない。31でこれはきつすぎる。好きなものに囲まれて幸せそうじゃないか。散らかってるわけでもないし。机の下あたりにはマットが欲しいと思ったけどな。部屋って大体こんなもんだろ。女ニートだなんだってことよりかまってちゃんっぽい感じがする。キーボードとパソコンの距離が離れてるのはネトゲしてるからじゃねえの。ヌコしか気になる要素がない。ヌコ様がニートなら許す。ほんとだ、猫気づかんかった。かわいい。かわよ。猫はかわいいけど飼い主はニートなのに猫飼えるのか。飯代はどうしてんだよ。親が飼ってるに決まってんだろ。ワイもニートだけど男だからもっとゴミゴミしてる。逆にワイはかなりさっぱり片付いてるわ。コードが雑とか許せんタイプ。ニートもいろいろおるからな。チーカは集めてる暇があるなら働け。なんだかニートの女ってリラックマとかチーカワとかあれ系集めてる印象がある。遊び丸にいいもな。わかる。サンマルオは？ああ、あのあたりも多いよな。男も女もオタが多いから。要するにニートは精神年齢が小学生のままってこと。異論は認める。それはあるな。働けばもっと推し活できるのに。部屋が腐女子臭い。推しのポスターがない。やり直し。子供部屋かと思った。 Y の嫁の悪口はそこまでや。いかにもニートっぽい部屋。パッと見だと30代の部屋とは思えんな。いかにも結婚できなさそう。結婚できないのはお前らも同じだろ。 Y もやが。結婚なんてとうの昔に諦めてるで。くさ。この部屋見て親がなんと思うか。子供部屋おばさんおつ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。今回は、マッマに突然ハリセンで叩かれるようになった、ニートのエッチの話を紹介するよ。ニートは27歳。マッマが突然ハリセンで叩いてくるようになった。なんかワイが答えるたびにハリセンでバシバシ叩いてきていたい。マッマは元はこんな性格じゃなかった気がするんだが。小屋目覚めたんだな。いいぞ、もっと叩かれろ。新卒で働こうと思ったけどなんか直前で嫌になって初日から会社に行かなくてさ。そのままズルズルニートしてるんやけど、ここ数日、マッマの様子がおかしいんや。イッチがいつまで経っても働く気がないからさすがに怒りが爆発したんだろうな。ハリセンが怖いなら働け。突っ込んでくれるだけええやん。マッマ、キャラ崩壊。今朝なんか、たまたま早く起きてテレビ見てたら、お前ニートやないかい、早く起きる必要ないわ。ってめちゃくちゃ叩かれた。マジでキャラ崩壊してて困ってる。よっぽどイッチがニートって事実がストレスだったんだろうな、かわいそうに。想像して増えた。ハリセンどこで仕入れたんだよ。通販とかじゃね。ワイにも叩かせろよ。ストレス発散できてるっぽいしそのまま放っておいてやれよ。前日まで普通だったのに急にキャラ崩壊してほんと怖いわ。ワイにどうしろって言うんや。そりゃ働けって思ってるに決まってんだろ。
大学まで行かせてもらっておいて貴重な新卒ブランドをダメにしたんだから、ハリセンくらい甘い甘い。一度ダメだったのは分かったけど、そろそろ就職しようとは思わんの？バイトでも何でもええからひとまず働けばいいのにな。バイトはちょっと考えたけど職歴にもならんし辞めたんや。パッパはチクチク言ってきてたけど、マッマはそこまででもなかったのにな。普段優しい人の方が怒ったら怖いって知らんのか。こりゃ今日からハリセン生活だな。ちょっと叩かれるくらいええやん。嫌なら働けばいいだけの話。正直、働くよりハリセンの方がマシかな。でもテンションもおかしいし、マッマが怖い。ハリセンでも働かないって分かったらまた別の行動に出る可能性もあるぞ。今のうちに働いた方がええ。マッマがかわいそう。ハリセンで突っ込んでくるとかかわいいやん。どこがかわいいんだよ。バシバシ叩いてきて、マジで怖いわ。真顔とか怒った顔じゃなく笑顔だし。マッマが疲れておかしくなったんかな。働かせようと思ってる。ってことくらいしか思いつかん。ハリセン持ち出す前に何かきっかけになる出来事はなかったんか。何も思い当たらん。暇な時にテレビや YouTube を見てるから、どこかから何か仕入れたのかもしれん。あと、前にパソコンでニートや無職がどうこうって調べてたのを見かけた。誰かのアドバイスだとしたらくさ。ハリセンで構成するニートおるんか。でも一致に聞いてるぞ。そりゃ急にマッマが狂ったら怖いからな。そうなんや。働けって言われるよりハリセンの方がなんか怖いわ。マッマがそこまでしてるんだし空気読んで働いてやれよ。ワイも急にキャラ崩壊してみようかな。そんなことしたら施設に入れられるぞ。乗り突っ込みできれば、コンビ爆誕やん。ニート親子は草。楽しそうなマッマやと思うけどな。ユーモアがあるよな。実際やられたらそこそこ驚くぞ。さっきも書いたけど前触れもなく急にやり始めたんや。リッチが気づいていないだけで何かマッマの中で変化があったんだろうな。そのうちパッパもハリセン出してきたりして。それは草。パッパはマッマに比べてさらに真面目系やからな。パッパがハリセンは想像できんわ。これはパッパにもやってほしい。なんならイッチもハリセンで対抗したらええやん。それは怒られそう。まだ20代のニートは平和だな。それ。ワイは30代のニートだけど働く働かないでもっと熾烈な争いを繰り広げてるわ。気づいたら30代になりそうで怖くはある。結局、20代の間ずっと無職で終わりそうだし。そう思うなら今からでも働けばいいのに。イッチ以上にマッマが危機感持ってるんだろうな。このまま働かないとどう考えてもハリセンで終わらなくなりそう。マッマは働くことを期待したのに一致忘れたてか。ニートなんてこんなもんやろ。マッマが税民を甘く見たな。クソみたいな存在やからな。自分で言うのもなんだけど。まあ確かにネタになるなと思ったのは事実。毎日退屈やったしな。でも痛いしそろそろやめてほしいわ。飯食わせてもらってんのに贅沢よな。ワイも戻れるもんならニートに戻りたいな。ハリセンくらい我慢するわ。結構思いっきり叩かれるの？そこそこ力入ってると思う。叩かれる時に音がするし。もっと全力でフルスイングしてほしい。ニートなんて一生サンドバッグでオケ。こうやって愚痴ってはいるけどそこそこマッマと仲良しな気がして羨ま。それな。うちなんてワイがニートになってから家族の会話なんてほとんどゼロやぞ。仲がいいっていうのか、これ。ハリセンで語り合ってんだろ。マッマすれ立てする暇あったら働け。マジでこれ。さっさと働け。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。三郎ニート俺、普通に親に泣かれる。母親勉強ちゃんとしてる？今年こそは受かりそうなんだよね。俺ごめん正直してないし今年も無理そう。母親発表してよくわからんことを言った後なんでそんな風になっちゃったの。私の育て方が悪かったんだよね。私が全部悪いんだよね。俺うん、マジでくっそ号泣された。さっさと地元の偏差値 BF 大学に入れ。ワイも今大学2年やけど来年フル単線とあかんからきついわ。さすがに嘘やろ。四浪して医学部行けばセーフやぞ。普通に高卒で働けばええやん。まだ若いから今のうちやぞ。やってないもんはしゃあないやん。怒らんといてや。本当に三郎なんかいな。はい。一橋志望してるけど多分一生無理。俺脳に欠陥ありそうだし。お前っていうやつは浪人ってニートに入るん。ニートに限りなく近接した浪人生って感じか。どこ目指してんの？何浪しても大学は行った方がええししゃあない。五浪だけど本気出すのはまだ早いわ。現在の学力は遺伝やからしゃあない。もう一年やるの？今日飯作ってくれんのかな。とりあえず部屋に避難してきたけど。一橋大学辞めて理科大やかん受けろ。二浪までは申し訳なさ出るもんやけど。やっぱ三浪もすると貫禄出てくるな。ワイ六浪やけど偏差値40だわ。まだまだ甘ちゃんだよお前は。親はどう思ってんの？楽しそう。もしの結果見せて。今あんま金ねえから作ってくんないと困っちゃうんだよな。外寒いしコンビニにおにぎり買いに行きたくねえ。適当に謝ったら許してくれるかな。とりあえずバイトでもしてみれば？
チンすればドンするってよし、何かしら行動するようになるやろ。結局自分に降りかかってくるんだから親が悪いで現実逃避しても意味ないぞ。二郎で週3、4フリーターは親と仲良く過ごしてるで。三郎とか大したことねえわ。ほんと親が悪いわ。もっと Y に投資しろやってキレろ。ちな来年三郎やわ。Y 一郎無限、震える。早稲田大学芸術学校入れ。どこやねん。もし現役依頼受けてない。マジの引きこもりだから親からもし受けろって言われても、いや実際の試験ともしでは難易度と形式の乖離が、とか言ってすかしてきたからな。医学部以外あかんやろ。言うてまだ20や21やろ。余裕だよ人生。かわいそうやな。ちな現役休廷。本当は理科大やかんかよってそう。毎年こういうやつは腐るほどにちゃんで見るから別に大したことないやろ。悲しい末路だけはたどるなよ。親に不良品処分なんかさせたらあかんで。とりあえず飯食ってゲームしようぜ。おう。今年はお年玉でプレステ買う予定やし楽しみ。お年玉もらいに行けるの強いな。五郎愛は何年も顔合わせてないわ。一人暮らし？すげえな。あ、親がお年玉くれるん？ワイはいつも親戚からだわ。親父がね、俺のとこは親戚少ないから全然もらえんわ。一致は 8.8% は発症って記事見たか？別に珍しくはないよ。損切りは早い方がいい。ただ飯が問題なんだよな。早めになだめないとマジで作ってくれなくなるかもしれん。ローにしろ U にしろ2個まではセーフやで。3個以上は就活で露骨に嫌われる。お前の遺伝子やからなって言うたれ。勘違いしてるやつ多いけど、別に3ロー以上でも資格頑張れば余裕だよ。資格って弁護士や会計士や医師のことやろな。大卒と高卒の生涯賃金の差は5000万円だけど、専門卒と高卒だとたった700万円にしかならないから、しかもクソ高い金取られる。金目的なら行く意味ほぼない。こういう無駄に金使わせるやつは立ちが悪い。予備校行ってないみたいだからはいよりまし。現役座国は仕組みの見物。低学歴だと無気力になるし、難浪しても高学歴狙う方が理想。でもマーチくらいは普通に受かるんやろ。嘘くさい。マジで嘘であってほしい。ふとした瞬間に不安が押し寄せてきて潰されそうになるんだわ。でも寝たら基本忘れる。一致はそこそこ勉強してた時期もありそうだが、無限な時点で勉強に向いてないんだからさっさと働けばいいのに。そこらの高卒より頭悪いわ。自分を知らないって意味で。そういや Y の親戚に八郎で高卒のやついたな。 Y も無限浪人やけど、何 G ではいつもニートと呼ばれるわ。仕事も勉強もしてないやつはニートだから仕方ない。普通にって何が普通なんや。リッチは今何してるのよ。高校はきちんと行ってたん？まあ解禁とかではないけど普通に行って普通に卒業した。こういうやつに妥協させて大学行かせても、俺は普通に働くことはできないタイプだから、とか言ってビジネスにハマっていく。私が全部悪いよねって言われて運はないやろ。お前のまっまかわいそうや。無理って思ってるならとっとと仕事探せ。こういう露骨な場合って大体何か持ってたりするよ。お前は悪くない。別にいいやろ。Y のことやないし好き放題したれや。高校の偏差値は大体どれくらい？自称心なら無気力になる可能性あるで。発達障丸&精神障丸のコンボだと思う。まあせっかく人生かけて俺を育てて、この手いたらくなの親の立場から考えると気の毒だな。しかし同時に俺も苦しんでるんだから、おあいこ。一気が頑張ればみんなハッピーやったんやけどな。もう二郎くらいしようや。この状態で一橋志望はないわ。下げろよ。何かきっかけがあって自立できるといいな。こういうのはなるようになっただけで誰も悪くない。予備校行ってないならワイなんかより全然親不孝じゃないわ。ワイは3年間ずっと行くふりしてた。親不孝オークションかっこいいっすね。勉強ベタは働けや。一致は悪くないで。どうせバイトとかもしてないで浪人を言い訳にしてニートやってそう。社畜だけど一致は勝ち組やぞ。進学校で落ちぶれたとかか。別に偏差値60ちょいくらいの微妙な自称心だぞ。なんでそんな一橋とかエリートなとこ目指すんや。自分に合ったとこ受けたらいいのに。まだ20くらいやろ。なんとでもなるよ。まあ開き直ってれば楽だしな。取り繕ってれば現実に直面しなくて済むし。トマホークチャンネル見てるせいで三郎は現役くらいのイメージだわ。三郎で勉強してないのはちょっとなぁ。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。速報祝、ニート爆誕。新社会人に、Y はなれなかったよ。おめでとう。涙が止まらんわ。バイトすら決めてないからほんまのニートや。くさ、エイプリルフールやろ。これが嘘であってくれという Y の最後の抵抗やぞ。Y ここから面接して派遣社員になったで。なお30年前の模様。派遣とかヤバそう。スーツ着て神谷町勤務になったで当時。そこから某通信企業に正社員になれたんで、まだワンチャンあるで。本当は延伸するとかやろ。すまんな、ガチモンの大卒ニートや。ガキの頃見下してたような大人になったかい。
おう、なんならつい1ヶ月前まで見下してたで。今は時期が悪いからな。時期が悪いって自分にも言い聞かせてるわ。奨学金とか借りてないんかえな。奨学金借りてなかったのは救えやマジで。人生楽しそう。楽しくなさすぎてお薬もらっとるわ。羨ましい。正直、無敵感と解放感はえげつないで。親が許してくれてるならええやろ。一年は許してくれそうやわ。こっち側へようこそ。長くても半年経つ前にはどうにかせんとあかんで。バイトからやな。バイト迷うわ。ワイモーニート2年目やで。どうにかって具体的になんや。外に出ろ働け。そうでなくとも金稼いで生きていく手段見つけろってことや。ニートやっとると加速度的に脳が腐ってくからな。これはマジやぞ。気づいた時には手遅れやからな。騙されないぞ。ワイも嘘であってほしいわ。ニーフリブはいつでも新規部員を募集中や。トリマ体験入部だけさせてもらうわ。お前の勝ちやな。ニートってある意味、一番自由な存在やからな。1、2年は勝ちかもしれん。物欲さえなければ自由度は高いで。まあ金なしでできることなんてたかが知れとるんやけどな。今年は旅行にいっぱい行きたい。ワイも妊娠一応するけどやる気なさすぎて人生いつ見かけてるわ。やる気出すにはどうすればええんやろな。ワイ5年ニートしてから就職できたから余裕やで。人生楽しんだもん勝ちよな。この言葉ドキュンしか使ってないイメージやけど今ならよくわかるわ。バイトするにしても学生おったらやみそうやな。おめでとう。新入社員だけが誕生するわけやないんな。その通りや。ワイみたいなのもたくさんおるんや。ニート5年目のワイが来たよ。ニート生活を楽しめるのなら才能あるで。クズの才能は近いちやけどニートはどうかな。できらー。金さえあるなら今すぐニートになりたいわ。自由だー。もうワイは無敵や。友達がみんな就職していく中で自分だけ就職してない罪悪感をお前らどうやって解決した？ストレスエグいんやが。わかるで。うつ病くっそ加速したわ。やっぱ一致も同じか。彼女も友達も全員就職したしもうじまるしたいぐらいきついわ。酒も抗うつ薬も効かんくてどうしようもないから、ワイは日本の名所巡ることにしたで。バイトして金貯まったら旅行や。やりたいことを見つける日々にしようや。バイトはもうあかん。全部落ちたわ。働かんくてええから丸ね言われてるような状態や。バイト落ちるってよっぽどやろ。うん。ワイはなるべくしてニートになったんやろうな。ワイが楽なバイトおすすめしたろか？地域差はあるやろうけど。ワイからの忠告や。バイトだけでもすぐ探せ。ワイみたいに戻れなくなるぞ。バイト探してるけど優柔不断やからすぐに決められん。ニート極めるつもりはさすがにないで。さすがにニート極めるもさおらんか。さすがにな、ワイうつ病持ちやから、ニート続けてたらほんまにヤバいことなりそうやし。ワイは通信制高校やぞ。大卒ならマシやろ。エフランとはいえ理系卒なのにこのざまやぞ。よっぽどワイには生きる才能がないんや。数学科卒か？数学科ではないな。ワイも今日からニートや。心構え教えて。いろいろなところに旅行へ行ったり、好きなことしてやりたいことを見つけようと思っとる。まずワイみたいにこの1年何したいかとか計画とかいろいろ立てようで。ええな。ワイの当面の目標は家族以外と会話することや。正社員目指すかフリーでいろいろ頑張るかさっさと決めた方がええで。ワイは大卒後に校舎でいろいろ頑張ってみて1年経つけど割とええ感じやわ。ワイはいろいろと挑戦したいで、今まで親の言われるがままに生きて大学行ってこのざまやからな。1年はニート許してくれるみたいやし。言うて22歳やろ余裕すぎて草や。この数年が大事なんやろな。ワイは暇すぎて配信始めたわ。いつも5人くらい見に来る。配信やってみたいわ。たまにコメント欄に現れるおっちゃんと会話するの楽しいで。めっちゃ楽しそうやなそれ。ワイもやろうかな。ワイニート、ついに親が定年。終わりやね。これからどうするんだい？一旦バイトやな。金ないと何もできんからな。てかお金全然ないし親も定年なのに働けって全くせかされない。世帯年収300万台で資産貯めてるわけでもない。ある地球にもうやっていけない宣告されそう。生活保護でええやん。19卒は辞職してからフリーター。どうすっかな。やる気は一切ないくせに世間体だけは気にするめんどくさい性格なのほんま直したい。わかるで。3年目Yに敬意払えよ。先輩はもうずっとニートのままでおる気なんか。Yは2年間してニートして今日から働くぞ。お前もなんとかなるわ。1、2年で脱ニートは勝ち組やと思っとる。人生の休憩は大事やからな。金あるニートなら最高だけど金使えないニートはマジ人生の無駄だからやめとけ。ニート変えてる時点で、ある程度裕福な家庭やからな。まあ親が丸沼でになんとかせ。1年で脱ニートするで。というか1年しか許さん言われてるしな。焦りはいいことや。どんどん焦れ、それが人生を変えて良くしていくぞ。3ヶ月経ったら同窓生が安いやろうけどボーナスももらってるんや。どんどん焦っていけ、原動力にしていい。
まずバイトして金貯めるわ。そんでもってストレスを完全になくすで、来年は新社会人になるで。Y も高校卒業して明日からニートや。高卒ならまだ今年19やろ。全然なんとかなるで。ゆっくり休むんやで。ありがとやで。Y のが1年先輩やね。今年で2年目。パイセンも早脱ニートできるとええな。さすがにお金なさすぎてやばいからそろそろ働くで。Y と一緒に良いバイト先見つけようや。楽なバイト知りたいわ。田舎なんやったら好きやとか松の屋がおすすめや。時給いいし客少ないしつまめるし楽やで。都内やわ。大学の時飲食やってたけど辛かったわ。都内はどこも忙しそうやな。カラオケとかどうや？候補に入れるわ。友達が都内でカラオケのバイトしとったけど、案外なんとかなるらしいで。時給も良かったし。わいやんけ。ちな半分ニートのフリーター。好きなことして、うつ病を治して病院ともおさらばして、いろんな体験してニートだったことを後悔しない一年にしてみせるで。大卒の時点で勝ち組じゃねえか。ふざけるなよ。大卒ニートの方がダメージでかないか。理学部数学科？工学とか科学かじっとるけど詳しいことは秘密や。資格職の専門系。精神病になるとマジで人生って罪だよな。ほんま罪やで。いちいち薬とかに金かかるしいいことない。若いうちはなんとでもなるぞ。今年の19歳自己主張激しすぎやろ。Y2 年ニート。2年バイト。明日から社畜復帰や。ニートになったの、じいちゃんばあちゃんにまだ話してないけど。なんて言えばいいんやろな。1年目は大体みんな優しいから安心してえで。ほんまに？親よりもじいちゃんばあちゃんにはガチで申し訳なくて合わせる顔がないんよな。血の繋がっとらん Y を良くしてくれてたからな。事情にもよると思うけど、Y のとこは最初は優しくてだんだん当たりきつくなってきたで。いや当たりきつくなって言ったら心もたんのやが、はあマジどうすっかな。1年くらいなら平気や。そう信じとくわ。就職留年？というかもう1年大学生やる選択肢はなかったんか？学費かかるしとある教員から今る目受けてたから大学にはもう行きたくないんや。しかも学生じゃなくて教員からやからな。Y もニートになりたかった。なろう？ニートに。入社1日目で精神科行け。そしたら傷病手当もらえるで。正直羨ましいわ。来年に向けて動きつつダラダラすればええやん若いんやし。それな、そう考えたら最強やろ。ニートはチートなんや。エントリーシート書こうと思うと頭がぐるぐるして何も書けんのやけど病気か？破いて捨てたらすっきりするで。一浪一流中退、ニートした後専門に入学、留年、卒業の Y よりマシや。新卒で入ったとこは2ヶ月半で代行使って飛んで、2ヶ月ニートした後入ったとこは半年で辞めた。その辺のニートより無敵やろ。メンタル強すぎんか。ま、メンタル弱々やぞ。目をそらし続けてるだけやな。Y も大学卒業して無職になるで。しゃあない。1年休もう。ありがとう。高校卒業してからずっと空白でもう30なるわ。Y は21卒ニートや。こうしてこの世にまた一人ニートが生まれた。一回なったら終わりやで。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。